金子神社は埼玉県入間市西三木にある神社である。毎年4月の最終の土曜日、日曜日に行われる金子神社祭礼は江戸後期から続く祭礼で、そこで奉納される西三木林は大変有名である。現在は須佐のおの村を主催神とし、三部神社、西三木出身の日清戦争から大東亜、戦争までの戦没者16名が行使されている。 金子神社はもともと天皇社と呼ばれ、その根粒時期については不詳である。徳川中期の古文書、林、八幡なよろ町には天皇さんの社と記され、天皇様として西三木村の村民の信仰となった。完成3年6月に大官所に提出した村官名祭町には、林八幡の間、五頭天皇の社一家所行座校、 毎年6月15日御用資料の百姓度も寄り合い、少々祭りつかまり申し込と記され、その頃の祭神は五津天皇であった。明治五年神仏分離により、祭神を須佐野野村と改め、社名も現在の金子神社と改められた。昭和43年には、地元市村家の敷地内に文化年間より祀っていた三部神社、 西三木出身の日清戦争から大東は、戦争戦没者16名を三木神社として合志し、現在に至っている。現在の山の神鎮座と現在の社殿は、旧社殿の老朽化に伴い、昭和23年4月3日に、金子神社宇治古海は、地元の溶剤を工面し再建した。平成20年、再び社殿の屋根瓦などの改修も行われた。また、 天皇三神堂の中腹あたりに昭和40年代まで山の神と呼ばれた祠があった。この山の神の創建時期も祭神も不明である。神座跡は現在も地元住民に山の神と呼ばれ、その場所には御神木と旧社殿の土台のみが残されており、当時の面影が忍ばれる。東祭礼は金子神社祭礼と呼ばれ、江戸時代には毎年6月15日、 明治期には5月1日、その後7月20日、25日に祭礼が行われて、いたが、昭和40年頃再び5月1日となり、現在では4月の最終土曜日、日曜日に行われている。その祭礼では三越、出市二代が村回りを行い、出市では、入間市指定無形民族文化財、西三次林が奉納される。ありがとうございます。